なんかここ数年は芸人さんのラジオしかないぐらいめちゃくちゃ、これママタルトさんとカノメストーンさんのラジオはもう何週も5週も6週もしちゃうぐらい。じゃあ今後ともよろしくお願いします。はい、ということで本日のゲストは逢坂優香さんです。はい、逢坂優香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。来ていただいて、はい、いえいえこちらこそありがとうございます。そうですね、もう逢坂さんとはまあめちゃくちゃ昔ご一緒して、え、覚えてらっしゃるんですか？いやいやいや覚えてますよ。え、はい、びっくり。え、あ、そうですか。はい、覚えてないと思って私今日言おうと思ったんですよ。実はっつって共演したことあるんですって。そうですそうです、はい、でもあれもう5年ぐらい前ですよ。いや、めちゃくちゃ、そうですそうです、はい、相当昔なんでもう忘れてると思ってました、はい、いやいや、そんなことないです、そんなことないですよ。よかった、ありがとうございます。いやいや、あ、そうなんですね、はい、いや、5年前ほどの、はい、あれは YouTube か、 YouTube 配信だったかな。そうですそうです、はい、はい、日テレさんで番組をやってて、 それの裏番組みたいな感じ。そうですね、はい、なんかなんとなく通販的なノリの番組で一緒に商品についてトークさせていただいたりとかしたんですけど、はい、すごい本当に覚えてると思ってなかった嬉しい。そう、覚えてますよ。嬉しいです、はい、ありがとうございます。でも逆に言うとその1回から、はい、キリでもう、そうですよね、なかなかお会いできずで、はい、なんかすごい声優さんとねよくあの番組一緒にやってらっしゃるから、はい、どこかでお会いできないかなと思ってたんですけど、うん、今日でもやっとお会いできて嬉しいです。いや本当ですよ、はい、でこういうのってなかなか会わないなって言ってて、一、うん、回お仕事したらなんか連続で淡々と続くとかあるんで、はい、はい、あ、じゃあ今後も今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そうなんですよね、はい、でもだから本当に今仕事一回したとはいえ、それもさっき言った通り5年前で、うん、でその一回きりっていう状態だから本当に、はい、まあ逢坂さんのことを僕もそういう意味じゃちゃんと知らないし。そうですよね、はい、はい、あんまりちゃんとお話できなかったですもんね、あの時もね。なんか ね、もうほんまに駆け足でしたからね。めちゃくちゃドタバタするしそうそう、やらなきゃいけないことも山ほどあったのを覚えてるんで、はい、そうですね、ねえ、だからこそ今日知っていけたらというあ、ぜひぜひ、じゃこの1時間の間にぜひ、はい、めちゃくちゃ知りましょう、お互いのことをお願いいたしますぜひ。逢坂さんは、はい、趣味的なものは一体何になるんですか？うんうん、そうですね、今はなんかここ数年は、はい、芸人さんのラジオしかないぐらいめちゃくちゃいやめちゃくちゃドンピシャな趣味だったそうなんです。あ、そうですか。芸人さんのラジオ、芸人さんのラジオを聞くのが本当に大好きで、はい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 、その通販番組で一緒にいた前田れなちゃんっていう子に、はいはいはい、教えていただいてから聞き始めたんです、ね、そうなんですね、はい、最初はハライチさんの番組から聞き始めて、はいはいはい、うん、今は霜降りさん、霜降り明星さんと、うん、ママタルトさんと、うん、真空ジェシカさんと、うん、カナメストーンさんと、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、はい、一発目からの打順がオーダーが変じゃなかったですか？本当ですか？あれ？そうですか？いやいや、ずいぶん、はい、ずいぶん K プロ感が出る3組。あ、でもやっぱ特にやっぱりママタルトさんとカナメストーンさんのラジオはもう何週も5週も6週もしちゃうぐらい大好きですね。あ、そうなんですか、はい、そうなんです。知らなかったいや僕も、はい、大好きですよ、はい、ママタルトも真空ジェシカもカナメストーンも、はい、芸人としてめちゃくちゃ好きなんですけど、はい、ラジオ自体は、はい、聞いたことなくて。あ、そうなんですね、はい、いやもうめちゃくちゃ面白いですし、はい、やっぱそれぞれ特色が違うというか、はい、もうカナメストーンさんってやっぱりもう2人で一緒に住んでらっしゃるから、はい、もうそこのタッグ感というか、はい、まあ、中学からの同級生っていうふうにいつも言ってるんですけども、うん、やっぱその2人にしかないノリみたいな、うんうん、他の誰も追随を許さない2人のノリみたいなものをずっと聞かせていただいてるみたいな、はい、ご本人たちは、放課後盗み聞き型新感覚ラジオって言ってらっしゃるんですけど、ちょっと待ってください、はい、広報の方ですか？なんか説明の仕方があまりにも手慣れすぎてて、ちょっとそうですね、こんなにしっかり説明したの初めてのはずなんですけどちょっと好きすぎて、はい、もう聞きすぎて、新感覚ラジオ、はい、放課後の盗み聞きを確かにさせていただいてるような、うんうん、教室で2人だけ残って、はい、なんかずっと2人のノリを繰り広げてくれてるのをこっそりこうやって聞いてるみたいな、もう感覚になれるようなラジオで、はいはい、すごく好きです、うん、あ、もうカナメストーンを大好きだ。カナメストーンさん本当好きですね。僕もカナメストーンラジオは聞いてないですけど、はい、YouTube の、はい、チャンネルの動画は、はい、結構見てるとは思うんですよ。あ、本当ですか、はい、シャレかな、シャレ
そうそう、シャレコメ要ストーンですね、はい、そうなんですね、はいはい、なんで YouTube を見てらっしゃるんですか、なんでっていうかちょっと待ってください同僚に同じ YouTube を見てた人のテンションです。なんでなんで なんでいや、でも要ストーン好きでイベントにも来ていただいてたり、ね、そうですよね、はい、いや知ってるんかい、はいはい、そうですそうです、でその流れもあって、はい、まあ、その前から、うん、まあ、見て、うん、でも僕も一緒です、やっぱあの2人だけの、はいはい、ノリがあるじゃないですか、そうですね、そう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 、ああいうの見てて、うん、まあ、めっちゃ楽しそうやなと思って、うん、そう本当にね、なんかこういう大親友、はい、欲しいなって思わせてくれるのが、うん、やっぱ要さんだなと思ってて、確かに、うん、もう正直あのマジで何やってんのか分かんないぐらい2人だけで完結する時ありますからそうなんですよ、大人になってもああいうノリが一緒にできるってなかなかないと思うから、うんうん、もう羨ましいなっていうのと微笑ましいなっていうので、うん、本当に大好きです、いやマジで仲良しですもん ねそうなんです、うん、あのかなめちゃん村っていうラジオがその放課後、うん、盗み方新感覚ラジオなんですけど、はい、今かなめちゃんシティっていう、はい、もう一個のラジオをやってて、はい、あのなんか昇格すると TBS ラジオで地上波でできるみたいな、あなんかこう、そうだそうそう競ってるやつがあって、はいはいはい、そっちはいつも2人でいるから、うん、あのそれぞれ個別の1人の時に起こった事件を話そうっていうのが、うん、そのかなめちゃんシティのテーマなんですけども、はいはい、あの A マッソの狩野さんに、うん、電話でね、あのレイジさんが、はい、ちょっと飲み行こうやっつって誘われた時に、うん、あの、あ、俺行く行くっつって昼から飲もうやっつって、うん、楽しいよね、行く行くっつって、うん、レイジさんにだけ誘ったのになぜか誠さんも一緒に連れてっちゃって、うん、いやいや、かなめちゃんシティやってるから一人のエピソード作ろうと思ってレイジ誘ったのに何連れてきてんねんみたいな風に言われちゃうぐらい、はい、もう二人しか考えられんみたいな、うん、愛がいや、まあ、ほんまにここ最近で、はい、あそこまで、はい、本当に要はそのコンビ仲いいっていうのが、はい、なんかお客さんに刺さりやすいかっていうコンビもいるとは思うんですけ ど、はい、でも要はもうほんまマジのやつだから本当なんですよ、はい、本当なんですね、うん、その本当が伝わるのがやっぱ要ちゃん村なんですよ、だから好き、かなめちゃん村っていうのは、はい、どこでやられてるんですか、ポッドキャストですかね、はい、ポッドキャスト、はい、なるほど、だからネットでずっと何回も聞けるみたいな、うん、あ、はい、ゲラとかそういうやつ、あ、ゲラさんではやってないっぽいんですけど、なるほど、なんかポッドキャストで、そう、愛坂さん、もう はい、ゲラに3つけ出したらもういや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 帰ってこれません一応ね、一応ねそう、あのママタルトさんは、はい、ゲラの方でもやってますし、あのもう一個、シンクジェシカですか、あ、違う、スタンド FM、あ、はいはい、っていう、あのそれはネットラジオなんですけど、はい、その2つでやってらっしゃるんですけども、あのスタンド FM さんでやってる方がフリートークが多めなんで、うん、はい、私は好きなんかコーナー多めのあの番組ってあるじゃないですか、 ありますね、そのネタコーナーみたいな、うん、まあ、それも面白いんですけど、うん、やっぱりお二人の普段日常で起こった出来事とかを、うん、とあの聞くのが特に好きなので、はいはいはい、まあ、フリートークお目の方が嬉しいなって、エピソードトークじゃないけどね、そうなんですよ、はい、へえ、いやすごい、でも本当にそれこそさっき言ったママタルト、はい、シンクジェシカ、カナメストーンで今ライブずっとやってるじゃないですか、はい、あ、そうですよ ね、はい、そうなんです、そうなんです、あの透明版、はい、今透明横です、ね、透明横で、はい、聞く香る、うん、透明版みたいな、透明横みたいなのをなんかずっと3人で回ってますよね、だからそういうラジオをお好きで、うん、ライブ行くとかまでにはなるんですか、あのトークライブは行きたいんですよ、トークが好きなんだ、そうなんです、ネタライブもまあ稀にかなっていう感じなんですけど、でもやっぱトークライブが好き、うんうん、です、面白いですね、いや面白いんで、やっぱりトークが、はい、もう芸人さんたちのもうあの本当にリアルな部分を出してくれれば出してくれるほど、はい、まあ、それは芸人さんに限らず多分みんなあの声優さんのファンとかもそうかもしれないんですけど、はい、やっぱり素の部分が見えるのって面白いじゃないですか、はいはいはい、わかります、なんか裏話聞けたりとか、うん、普段こんなことを思ってネタ作ってるんだよとか、はい、なんかあのショーレース出た時実はこうでとか、なんかそういうお話をずっと聞いてたいなっていう、うん、なるほど、はい、気持ちです
です。そっか、だから僕もラジオ好きですけど、はい、やっぱ当時のやっぱナインティナインさんがめちゃくちゃテレビで活躍されて、はいはい、でその時の収録の裏話をオールナイトでずっとされてたんで、はいはい、やっぱそういうのが楽しいですよね。そうですね、うん、そうオールナイト今でもナインティナインさんやってらっしゃるの本当すごいですよね。すごいですよね。長いですよね、うん、あのね一時お一人でしたけども、はい、また二人で、うん、ここもまた愛があるじゃないですか。あそうですね、そう、うん、お二人でまたやり始めますっていうこの愛、はい、もうやっぱコンビ愛いいですよねってやっぱ思っちゃいますねなんかラジオ本の出版してる編集の人みたいな喋り方無理、そんな恐れ多すぎますいややっぱそのコンビ間のね、はい、愛情って僕もなんかはい旗から見てても同じ 業種でもやっぱいいなと思うのはやっぱ、はい